この気持ちは一生拭えないです。地道って言われたいですか彼。地道じゃん。もう方法は一つしかないんです。皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美由紀です。木曜日のこの時間は植草美由紀の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、もうあと4日後には2024年。もう、はい、もう大掃除。早かったですね。大掃除しなきゃ。ね、はい、まあ、あと3日しかないですよ、お掃除。はい、大丈夫ですか。はい、今日やらなきゃ。今日やりましょう。はい、はい、いつもご相談ありがとうございます。はい、今日もご相談寄せられましたのでご紹介いたします。はい、お願いします。ラジオネームはたいやきさんから。植草、はい、先生、木月さん、こんばんは。いつもお二人の的確なアドバイスを楽しく拝聴しております。はい、今回女性が男性より収入が高い場合の男性の立て方についてプロの観点からぜひアドバイスをいただきたいと思い、メッセージを送らせていただきました。はい、最初に私の経歴を簡単に紹介します。はい、私は欧州在住の30歳女性、正社員として外資系企業で働いています。はい、日本国内の有名国立大および院を卒業し、専門性を活用して都内でキャリアを積みました。はい、20代後半で駐在の機会があったので欧州に渡航した後、さらに海外でのキャリア構築を目指し、現地での転職活動を経て長期的な職に就きました。はい、恋愛に関しては日本人の方と 2,3 年の交際経験が数回あります。うん、以前付き合っていた方と数年前に別れてからは海外での生活や仕事に慣れることを言い訳に恋愛は後回しにしてきました。はい、今年に入り生活が落ち着いたと同時にフィーリングが合う素敵な方と出会うことができたので交際をスタートさせました。はい、相手はヨーロッパ人、2歳年上、教職員です。はい、人柄は誠実で明るく穏やか、スポーツが好きです。積極的に家事や料理にも取り組んでくれます。付き合い始めて約半年ですが、お互い将来の話をすることも多く、来年にお互いの親に挨拶、すでにお互いのふるさとへ行く飛行機のチケットを確保済みです。はい、挨拶をした後に結婚、2年後には1人目の子供が欲しいなど具体的なプランを立てています。はい、なお、お互いの共通言語である英語でコミュニケーションをとっており、言語の壁はありません。はい、ただ金銭面についてのみ気になっており、ぜひ先生にアドバイスをいただきたいと思っております。はい、彼の年収は日本円で約600万円。はい、決して悪いわけではありませんが、日本よりも物価の高いこちらの生活では少々心もとないです。はい、貯金もあまりなく100万円程度です。うん、対して私の年収は約1800万円。はい、ある程度貯蓄もあります。はい、とはいえ決して贅沢な生活をしているわけではなく、母子家庭であるため微力ながら実家と学生の妹弟のサポートをしています。はい、彼は自身の収入や貯金はすべて自主的に開示してくれました。はい、しかしながら私との収入差を気にしており、私の懐事情は聞きたくないと言われたため、彼に具体的な収入等は伝えておりません。はい、これまでの話し合いから、一緒に生活した場合住居費や生活費の負担は私の方が彼より多くなります。はい、また旅行などの不定期なイベントの予算のすり合わせの時はお互いの予算感に差が出てきている状況です。はい、ここで2点質問があります。はい、1点目、金銭面の話になった場合、どのように彼のプライドを傷つけずに私が多めに出すことを提案すればよろしいでしょうか。何度かその状況がありましたが、彼はいつも居心地が悪そうで、彼のできる範囲での割り勘がいいと言われることが多いです。2点目、結婚した後、出産子育てを見据えた時に金銭面で彼に頼れないことに対し、心のどこかでもう少し稼いでくれたらいいのにと思ってしまう自分がいます。今後どのような心構えで彼と付き合っていけばいいのでしょうか。彼との未来を見据え、前向きに交際を続けていきたいと思っています。はい、長くなりましたが、ぜひアドバイスをいただければ幸いです。はい、たいやきさん、30歳、優秀な方ですね。ねえ、はい、素晴らしいと思うね。でね、ここのポイントなんだけどね。はい、彼との未来を見据え、前向きに交際を続けていきたいだから、はい、これもうね、間違いが違うよっていうのが言えなくなっちゃった。
うん、もう彼と結婚するつもりですよね、うん、そうそうそう、もうそのためのうまくいく方法が聞きたいだけ、そうです、はい、もうだからねそこは言わないとして、はい、まあ、彼のプライドを傷つけずにっていうのはね、はい、もう方法は一つしかないんです。彼は割り勘がいいと言っていますからね、そうそう、うん、だから、はい、そっちに合わせるしかない、そうですよね、そう、はい、だからちょっと贅沢して自分がちょっと多めにっていうのはもうないの、はい、それやるんだったら同じような年収の人と結婚するしかないの、そうですね、 それが彼を立てるということですよね、そういうことです、はい、で、あのどうしてもグレードアップしたいなら、うん、はい、宝くじ当たったんだっていうしかない、はい、宝くじ当たったと、はい、で何ユーロかは知りませんけど、まあ、日本でいうと100円、うん、100円の買ったら、はい、すごいよ100万当たったよって、はい、言って、うん、嘘も方便、うん、で言ってこれもパーッと使おうって、うん、私たちは地道に地道にこれまで生活してるから、だから地道って言われたいですか彼、地道じゃん、だってさ、だって600万で、そうですね、ヨーロッパだもん、うん、そうですね、100万しかないんでしょ、うん、おそらくどこの国かわからないけれども、うん、あのゆりかごから墓場までの国だと思う、はいはいはい、っていうことになると、その働くなかなくなった後の結構国からのその援助っていうかね、保証っていうかね、保証っていうかね、そういうのが大きいんだと思う、はい、だからその今日本とは全然違うと思うんですよ、考え方も、だから貯蓄はそんなになくてもなくても生きてはいけるんだよね、はい、100万円って言ったらさ、結婚式の費用で飛ぶよ、結婚式あげられないですよ100万じゃ、それは違うよ、それは木月さんがあの結婚式場で司会やるでしょ、はい、そこパーって使ってる人たちでしょ結構高いパーッととは言わないですけど ね、まあ、貯めてね、それなりのホテルとか、うん、はい、結婚式場でしょ、はい、でもほら欧米ヨーロッパね、あ、まあ、そうです ね、チャーチであげるぐらいだったらね、そうね、チャペルで式上げて海とか、うんうん、森とか、はい、ね、テーブルを置いて、うん、自分たちで作ったりとか、あ、まあ、誓うだけだったらね、そうそうそう、で、うん、そういうのもやれば、まあ、なんとかなるから、うん、まあ、100万でいけるよね、うん、そうですね、きっとね、はい、写真代とか、うん、写真は友達が撮る、うん、でいろいろやる、はい、とにかく地道に、話戻すと地道にやってるんだもん私たち、はい、だから宝くじ当たったよって、うん、よかったねってなるじゃん、もうそれって1回しか使えない、だから1回だよ、1回、うんうん、で1回だけそれやる、ハネムーンとかそういう時に、そう、うん、そしたらもう彼はそれだったらもういいよって乗っかってくれるでしょ、はい、だけど自分の稼ぎでっていうと、はい、やっぱり彼を立たすことはできないよね、はいはい、うん、それはね、うん、だからそこは彼としては居心地悪そうにしてるわけだから、はい、まあ彼の出せる範囲での割り勘がいいって言ってるんだから、うん、それに合わせざるを得ないんじゃない、まあ、もしかしたらね、そういうちょっと豪華なことをしたら彼もね、なんか、まあ、そうそうそう、ね、変わるかもしれないね、そう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 、こういう生活いいなとか思って、うん、もしかしたら今教員でしょ、うん、なんだけどダブルワークやってみようとかとかね、うん、はいはい、でやって月に10万円上がるとか、うん、15万円上がるとか、はい、そうなったらそこで余裕も出てくるかもしれないし、うん、今は彼の長年やってるこの仕事で満足して充実してるわけだから、はいはい、そこに合わせてあげるしかないと思うけどね、そうですね、またね、うん、お子さんができたら彼の考えもね、そうそうそう、その彼女がね結構稼いでらっしゃるんだったら、そうそうそう、まあ、甘えるじゃないですけど、 ね、それもねいいって思うかもしれないですよ ね、うん、だからまあ宝くじだね、うん、宝くじという、うん、でもう少し、2点目としては結婚した後に、はい、もう少し稼いでくれたらいいのにっていうふうに思ってしまうだろうと、うん、だから今後どういう心構えで彼と付き合っていけばいいか、うん、あのね、この気持ちは一生拭えないです、うん、自分の方が年収が高い以上は、はい、もうそれこそね、ご自分が病気になって仕事休んじゃうとか、うん、はい、で辞めちゃうとかいうことであれば、うん、必然的にね、うん、彼を尊敬するし、はい、ありがたいありがたいって思うわけですよ、そうですね、はい、そういうお金のことだけじゃなくてね、そうそうそう、心でね、そう、でもね、うん、彼女まだ31でしょ、うん、でまだまだ働いてもっともっと年収上がっていくと思うのね、はいはい、でそうなった時にやっぱり働き続けて頑張り続けている自分っていうのがあるわけよ、はい、でそう思って自分自身を見てパッと横を見て夫を見た時に、うん、500万か600万っていう夫を見た時に、はい、結構ねがっかりすることはあると思うよ、うん、その都度都度都度、はい、あと職場も全然違うわけですよ、で彼女の職場っていうのは、まあ、同じような年収の人たちがいるわけでしょ、はい、でもうちょっと年上になるともっと年収高いわけじゃないですか、はい、そんな中にいるとその人たちの生活を見るよね、はい、
でそうすると別荘に行きましたとか、ね、どこどこスキースイスに行きましたとかね、でそうなってる生活を見た時に羨ましくもなってみたり、はい、私はこの人選んだからっていう風になるのはあるのよ、はい、ないってことはないと思うんだよね、はい、だからそれしょうがないと思う、ただ彼にね求めるものを、例えば家事とか、はい、育児とか、そういうところを彼女よりも、はい、もっと積極的に彼がやってくれる様を見たときに、夫婦だから家庭の生活、家庭の生活っていうのは家事育児両方ありますよね、この2つでね、このことをその彼がしっかりとね、やってくれれば、そこで尊敬は生まれるよね。そうですね、思い切ってね、家庭のことは任せて、自分で稼ぎに行けますからね。そうです、そうです。だから自分はこんなに働いてる、でも家事分担同じじゃんだとダメだと思う、はい、いずれは彼女ががっかりする、はい、やっぱりあの時に戻ればよかったとか、っていう風な気持ちになることがちょいちょい、はい、もうちょいちょいどころか何百回もあると。まあでも変な話、こう要は生活をしていく上でね、気があってっていうところのね原点には、それこそ本当に年を重ねて二人とも病気になったりした時に ね、そうね、その、まあ、優しい人だとか ね、そういったことに、まあ人はそれぞれ価値観が変わってくるでしょうから。で彼女自体が、そのやっぱり日本生まれで日本で育ってるでしょ、はい、で女性である私の方が年収が高いのが気になるっていうのがもうあるじゃない、頭の中に。なるほど、はいはい、だけどもしかしたら彼はないのかもね。そうでしょうね、まあ、彼女自身ヨーロッパだととかアメリカなんかはもう女性の方が上ってことはよくあることなので、別に日本は最近ですよ、最近女性が年収が高くなってきたっていうのがパラ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 出てきたんで、こういう相談で、今のその世界規模で言うならば、男が年収が高いのが当たり前っていうものではもうない、もはや、もはやないと思うのね、でも彼女の頭が日本人の考えだから、まだその女性の私の方が年収が3倍っていうのはどうなんだろうって思っちゃうだけのことで、でも彼は偉いですよね、その、半分ずつ出したいとか ね、 そうね、彼はね、その彼女に甘えるっていう姿勢はないですもん ね、 だからそれも男のプライドだよね。うん、で結婚してないしね、まだこれ結婚してみるとどうなるかは分かんないけどね、おになるんですけど、どうしたらいいですかってね、そう分かんないよ ね、 またね、違う質問になってくるかもしれないけども、まあ、だからね、その彼が働きながらどれだけその家事育児をサポートしてくれるかっていうところがすごく大きくって、でそこがその入れなくてもいいわけじゃない、お手伝いさん、まあ、メイドさんを入れなくても2人でやっていける、ベビーシッターをちょいちょいね、近所の子も高校生大学生に頼まなくても彼が早く帰ってきてやってくれるとか、そういう姿勢を見た時にありがたいなとは思うと思うけど、それはもう自分の考え一つなんですよ、まあ、自分の価値観とかね、そういうこと、まあ、自分の周りと比べずにね、そういられるかどうかっていうのはもう自分でふっと湧いてもね、あ、いいな、そこんち別荘に行った、スキーに行った、なんとかだ、でもパッと家庭を見て、でもうちは幸せ、このね、あの名前なんていうのか分かんないけどねマイケルか誰だか分かんないけど、で彼が家事をしっかりやってくれて、で子供のお迎えもしっかりやってくれるし、教育のところもね、教育者じゃないから、だからやってくれるから助かるわ、私は子供の教育も苦手だもん、なんてね、思えるようなことであればうまくいくと思うんだけど、まあ、本当にこの方の考え方一つですよね、そういうことなんです、たい焼きさんの、そういうことなんです、それが答え、そうですね、なので、まあ、どちらもね、その彼はいい人そうというかね、あの堅実なタイプであるでしょうし、いいと思うよ、ガンガン働けばいいと思うよ、ね、彼女、もう彼がね、借金まみれでとかっていうことだったら話はね、仕事もしてるし、普通にね、平均的に収入もあるわけじゃない、だから彼女がどんどん稼いで、どんどんもう転勤でも出張でも行って、で彼にその都度その都度子供のことはお願いねって、でもうベビースター雇っても何もしてもいいけど、それでもいよいよ行ってこい行ってこい、で好きにやらせてくれたらそれはそれで幸せ、そうですね、彼女が思いっきり稼いでね、そうでそのうちね、彼も別荘でも買おうかなんてからから言うかもしれないし、もうあなたにこれだけやってもらってるんだから、別荘の一つや二つや買わせてよって言えるじゃん、逆にね、そうなった頃にもね、だからまあ長い時を経て、あの二人が大人になって、いろいろ助け合って支え合って協力し合った暁には幸せだねってなれるかもね、そうですね、ということでよろしいですかね、まあ、本当にあの答えはたい焼きさんの中にもう価値観一つ、考え方一つでね、どうにでもなることではありますね、前向きにね、個性続けたい
ていうことだからこの回答なんでしょ。そうですね、はい、うん、最初に言いましたけどね、はいはい、そうでなければまた回答違ってくる。そのマッチング的にっていうことですね。そういうことです、はいはい、ということで、はいはい、これが今年最後のね質問となりましたね。今年はどうでしたか。今年ですか。あのですね、この番組をですね、はい、ご覧になっておられた方がですね、はいはい、私の結婚式の司会をしてほしいということでね、すごかったですね、はい、もうすごく喜んでくださって、で大ファンだ、ベクター先生、うん、あ、大ファンっていうことでもなかったみたいですけど、ね、そうなんか見たら その式場の、ね、ビデオに私がいたから、指名したんです、先生にもよろしく伝えておきますねって、その終わった後もね、うん、ご丁寧にメール頂戴してですね、それは嬉しいですよね。そうですね、うん、でなんか、あ、初めてです、そういうふうにおっしゃっていただいたのって言ったら、もっとあると思ってましたっていうふうにね、それはもう今年ね一番のね、嬉しいことですよ ね、 嬉しいことですね。はい、私もね、今年は200組以上結婚しましたから、それはもう何よりも、うん、何よりも嬉しいです ね、 そうですね、成婚がもうね9月くらいからもうすっごい勢い で、 あ、そうですか、なんでっていうぐらい、すごかったね。あ、そうですか、うん、毎日毎日毎日結婚するのですね、そう、あとねこの番組を見てる方たちがね、なんかみゆきチャンネルってつけてるみたいなんですよ、うん、ほうほうっていう方がいらして、はい、で夏にね、うん、東村愛子さんとイベントやったんです、はい、でその時に地方からね、本当もう仙台とか遠くから来てくださってて、でお腹大きいんですよ、そう3人いらしたの、はい、この番組見てて結婚できたんですとか、いや嬉しいねと思いました。うん、まあね、これがアドバイスになってね、そう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 、よりよくね、そのご自身の質問じゃなくても、うん、似たようなね、そうです、悩みがある方はたくさんいらっしゃるかもしれないのでね、はい、ぜひぜひね、また来年もね続けて見ていただきたいと、できまくって、はい、行きたいなと思いますね、はい、そうですね、はい、ということで、ではでは皆さん、良いお年をお迎えください。はい、さよなら。良いお年を。良いお年を。